エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回も無課金、未課金視点での解説へ行きたいと思います。今回の解説は、無凸カフカの最適編成は誰がいいのか、少しでも火力が漏れる編成を普通プレイヤー視点で組み合わせ解説となります。カフカの編成って自由度が高いのが魅力なんですよね。ですが育成難易度がスターレール自体高いので、なるべく信用ポイントと素材は抑えたいところです。今回はそんな視点も交えて編成を考えていきたいと思います。個人的な編成の結論から言うと、カフカ、散歩、天運、ヒーラーとなります。この編成の理由は火力を盛りやすいっていうのがありますね。持続ダメージは攻撃と余ダメに依存しますので、その恩恵を受けるにはうってつけの編成となります。また育成の段階で低運とヒーラーは育ててる人が多いと思います。なので散歩の育成だけで済むっていうのもいいところですね。散歩がいない場合はルカ、セイバル、この2人を入れて代用ができると思います。また個人的にですが、カフカ、アスター、低運、ヒーラーもおすすめです。耐久値や育成に左右されますが、攻撃力が5000超えるのでやってて楽しい編成ですね。ではここから編成について細かい説明をしていきたいと思います。基本的にはカフカの火力源となる持続ダメージの強化と速度アップによる回転率が重要となります。自由度は高いと言いますが、構成は最低限必要になってますね。まずメインのカフカは攻撃力と速度を意識した構成を目指しましょう。基本的にこれで火力が見込めます。続いて持続補助は1名決めておきましょう。候補は散歩、ルカ、セイバルです。迷っちゃうなという時はとりあえず散歩がおすすめですね。必殺技のデバフが強いですからね。続いてはバフ、デバフ要因です。候補はアスター、低運、ブローニャ、銀狼、ペラです。持続ダメージは攻撃力が余ダメを元に計算されます。バフデバフがいると単純に持続ダメージの火力を上げる要因になります。火力だけでなく速度も上げてチーム全体の回転率を上げるアスターはさらに適任と言えますね。最後はヒーラーです。候補はレセツ、ナターシャ、ビャクロです。ラセツは僕持ってないんですが一番いいですね。いないならナタとビャクロで十分だなと思います。味方の耐久に合わせて使い分けるっていうのがいいと思いますね。基本的にはこの構成で保持キャラや育成度合いで合わせるといいのかなと思います。それでは編成例と火力のイメージを出しておきたいと思います。カフカ以外はレベル70、光炎水70、奇跡6で育成を止めた状態です。無課金でもここまでの育成ならしやすいかなと思います。また持続補助のキャラとバフキャラを変えて比較したいと思います。計測も安定させるために先週の記憶読んで1体分の計算をしていきます。もちろんステージダメージは除いて計算していきたいと思います。
単体相手ならヌからが火力が一番出るなっていうところです。個人のダメージがそもそも高いですからね。複数と安定ダメージなら3歩で、続いてセイバルは属性相性がいいなら使うといいっていう感じですね。で、ここで数値見てもらうといいんですが、ダメージがだいたい2000ほどしか差がつかないんですよね。なので、バフデバフ要因はチームの行動数が少なければアスターを採用という感じでいいと思います。あと、忘却の庭の敵は極端に強いっていうこともありますので、キャラの育成には左右されます。育成次第ではさらに伸びると思ってますね。実際まだまだ育成の途中段階なので伸びていくと思います。また、他のバトルでも見ていきたいと思います。まず模擬宇宙ならこんな感じです。模擬宇宙の場合、虚無で持続ダメージの数をアップすると効果力が狙えます。正直カフカのおかげで最高ランクをオートでクリアできるようになりましたね。続いて熱戦要因はこんな感じです。弱点を狙えなくても勝手に体力が減っていくのでめちゃくちゃ楽ですね。カフカは持続ダメージで火力を出していく編成なんで、自由度が高いといっても最低限のバフとデバフは必要です。必殺技やスキルなどに同時に火力を稼げる散歩はかなり相性がいいと思います。またアスターと低運を味方の速度次第で変えるのがベストだと言えますね。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。